タイムは4分と08秒。あっという間の出来事。資産完成の前に小橋健太沈みました。しかし十分に評価されていい、ナイスファイトでした。小橋健太、試合に先立ちまして日本テレビ並びに番組のスポンサーより天竜川田そして井上歌舞伎に豪華な花束が贈られました。中田龍リングアナウンサーによる両チームの紹介です。この表情はどうだ。生き生きとしている川田、相手を思い抜くこの眼光、天竜源一郎です。何かが起こりそうだ。マイティーの上、東洋の神父ザ・グレート歌舞伎です。レフリーは和田恭平であります。試合前の両チームのボディチェック、竹内さん、この試合の見どころお願いします。全シリーズですね、高木が天竜に対して牙を向いてですね、新しい展開が出てきてのこのシリーズの開幕戦、はい、天竜同盟がどういう形でどういう進路を取っていくのか、そしてやっぱりその井上歌舞伎がですね、この天竜同盟としてどんな戦いを挑んでいくのかがやっぱり勝負のポイントですね。天竜対高木という図式がありました。その過程で井上歌舞伎も出てまいりました。さあ対天竜どういう試合をしますか、そして対天竜同盟どういう試合をしますか、そして天竜同盟はどういう新しいものを出していくか。カバラれた、井上受けた、ショルダータックル、カバラが勝った。ボディスラム前をはかっている、巻き投げ、アームフップ、うまくなった川田、もう一回マイティー上の矛を奪うようだ。落ち着いてますね、高橋さん、いい滑り出しを見せますね、はい、しかしマイティーの上、技師、テクニシャン、マットの丸寿司、そのまま足をかけて後ろに倒しました。マイティーの上です。攻守で変わりました。しかしヘッドシダースで返していきます。川田俊明、アジアタッグの面々としたこの試合を通じて川田井上争った中、そして川田が成長したんですね。その中からいろんなものを川田を掴んできましたね、はい、ヘッドシザースにとって、そしてグッと持ち上げます。首が決まります。川田俊明、竹内さん、この新春ジャイアントシリーズの天竜同盟というのはどういうふうに言いましたか。まあ、これはですね、その中にややきな臭い噂もありですね、まあ、その中で天竜選手必死に戦いに来たんですけどね、やっぱり高木というのがですね、一つの大きなターゲットポイントになってきましたね。なるほど、突進をかわしてそのまま回転エビ、これはカウント2、足の力でかわした。さあ飛ぶか、マイティーの上はリングの下、プランチャー、マイティーの上プランチャー、このベテランマイティーの上に果敢に川田がパンチャーを見せました。このあたり本当に若々しくてこのキビキビしてる、竹内さん気持ちがいいですね。しかもですね、やや横ながらダイナミックと言いましたね、はい、さあその天竜同盟であります。さあ今度はキック、膝の裏から竹内さんが効くんですね。効いてますね、さあそして天竜を迎える。さあマイティーの上どうする。さあ動きを止めておいてダブルの攻撃、ショルダータックル、川田の方がちょっとタイミングが合わなかった。しかし天竜のショルダータックはバッチリ決まっていた。サッカーボールキックから抱き起こして、さあ水平チョップ、東京ドームにも鳴り響いた水平チョップ、マイティーの上両拳、今度はエルボー、右の顎、歌舞伎が入る、突進する歌舞伎、チョップで受ける天竜、攻め込んでますね。この攻め込みですよね、竹内さん、前進しながらのアッパーカットですよね。これが歌舞伎の良さですね、たとえ相手がタッチをしてもそれを待ち受けるんではなく前進して攻め込みます。このザ・グレード歌舞伎、天竜があと形形成崩れたんですが、そこからショルダーアタックル、そして円錐のつなぎであります。竹内さん、この気迫というのを天竜はあのドームの対抗戦でも見せてくれた、頑張りましたよね。細かく新春ジャイアントシリーズの高木撃破からですね、東京ドーム、そしてですね、やっぱこのシリーズと天竜何か大きく変わってきたような感じがしますね。そうですね。そして竹内さん、この全日本プロレスの激しさがまた新たに認識したということも天竜言ってますね。ですからですね、本当にやっぱり天竜革命の第2章というのはですね、このシリーズから何か始まっていくような気がしますね。なるほど。さあ攻め込んでいるのは天竜同盟。さあキック攻撃、全シリーズあたりからこのキックのバリエーション、あるいはこういうプロレスの技も随所に織り込むようになりました。川田俊明です。肩逆エビ固めに持っていこうというのか。しかし考えてみれば、竹内さん、この河原にしたってこの大ベテランの歌舞伎に井上に飛び込んでいく、これは勇気のいることですよね。これやっぱり相手は先輩ですからね、それをやっぱりその正面から向かっていくわけですからね、はい、それなりにやっぱり気構えという勇気は当然必要ですね。あっと不意気の表情です。そういえば竹内さん、この不意気の方は
それから高木、シックスメンタッグマッチ、この高木雰囲気両方加わっていたんですが、カードがこの4人に変更になりましたね。その高木なんですけどもね、これちょっとまだ未確認情報の段階なんですけどもね、はいはい、どうやらその1000シリーズのですね、天竜との構想の中から自分の目標らしきものを掴んでですね、やっぱりそのフロントに対してその天竜同盟入りの申し入れをしたようですね。ああそうですか。そうなりますと、はあ、そうですか、戦力分析などもしたいと思うんですが、ご覧のように弓矢固めに取りました。戦力はこれどうなりますか、武さん。ただフロントからの正式回答がないんですね、はい、それがその受け入れられるかどうかまだ今後の問題ですね。あ、なるほど。さあ天竜同盟川田です。そして前日正規軍グレーの壁からマイキー井上にタッチ。さあマイキー井上、川田を持ち受けます。そして得意の18番パンチの雨あられ。武さん、この見てますとね、マイキー井上、あの技を出すタイミングというのが非常にいいんですね。やっぱり勝負のポイントをですね、その骨の髄まで知っていると言いますかね、やっぱりその決めるポイントが非常にうまい選手ですね。あ、そして脇固め。天竜選手がこの井上選手、上木選手が一番厄介だというゆえんはどの辺なんでしょう。これはですね、やっぱり正面から攻めていってもどっかでやっぱりその切り返すポイントを持ってるわけですよね。返し技も武さん、タイミングですからね。やっぱり今のこの脇固めにしても非常にやっぱりいいタイミングでですね、その手首も決めてますね、はい。さあそして今度はここから移行していくんです。武さん、ちょっと解説してください。これは一つのバリエーションじゃなくてですね、肩を決めながらなおかつ手首も決めてですね、さらにそのアームバーも決めてるわけですね。今5分が経過しました。逆方向に決めていますマイティー井上であります。武さん、この井上歌舞伎のコンビネーションはどうですか。これは悪くないですね。ただですね、やっぱりそのファンの目にとってはやっぱりその天竜対天竜同盟に対してですね、あの即席展開コンビのイメージもありますけどね、振り返ってみればもう昭和52年のオープンタッグでこのコンビはもうすでにタッグを組んだことがあるわけですよね。あ、そうでしたね。ですからもうかつてのその和製ハイブラックフライヤーズとしてですね、やっぱり名を馳せたチームですからね、やっぱりそういう面でチームワークとしての呼吸はやっぱり非常に整ったものがありますね。この歌舞伎もハイフライヤーズだったわけですね。歌舞伎もかつてはですね、やっぱりその非常にテクニシャンとしてですね、やっぱり飛んでた時代がありましたからね。なるほど。武さん、こうなりますとこのシリーズ、おっとまた変形、あ、天竜を見つめます。心配そうに。それもそうです。井上をご覧ください。もう技変形してますね。変わってますね、歌舞伎井上が。武さん、今後全シリーズの流れを受けてどうこのシリーズまた PR していくかですね。まして今日はですね、ジャンボもいない、その奴もいない状態のこれタッグマッチですからね、はい、やっぱり歌舞伎と井上がですね、どこで本領を発揮してくるかですね、はい。一方の天竜、先ほど表情がちらっと映りましたが、天竜ハンセンは世界タッグを持っています。武道館大会はゴディ・ウィリアムスの世界タッグもこの挑戦を受けなければいけません。さあマイティーの上、今度はキーロック、天竜出た。すごいキックだ。マイティーの上、悲鳴を上げる。しかし相手を逃がさない。脇固め必要ですね。武さん、すっぽんですね。やっぱりあそこまで天竜選手に攻め込まれながらですね、はい、すぐやっぱり切り返していきますからね。さあ7番ともう一回出ます天竜。さあ、あっと今度は正面から眉間のあたり、妥協を知らない男です、天竜源一郎。武さん、さあ天竜出ました。あー、入りましたね。これは入りましたね。井上のファイトに酔っ払いそうだ。いや、惚れ惚れしますね。武内さん、あの天竜選手のツッコミをですね、こういう形でかわせるわけですからね。武内さん、天竜はこの出し力がある、あの馬場選手にラリアットを奇襲攻撃をダーッと突進して打つ、それを逆の力を利用するんですね。十分に読んでますね。さあ今度は歌舞伎が待ち受けて、天竜は鉄柵攻撃であります。さあそして椅子を持ちます。あー、天竜に一撃、もう一回。先シリーズと武井さん、逆ですね。流れが変わってきましたね。先シリーズはこの天竜選手が椅子を持って、そしてあの高木選手を、まあ、いじめだと言いますが、武井さん、この同じ相撲レスラー、天竜選手も高木選手と同じように遅咲きでしたね。まあ、それだけにですね、やっぱり天竜選手にとってその高木のですね、伸び悩んでる気持ちが分かるんでしょうね。歌舞伎も脇固めであります。天竜こらえます。この相撲出身の選手が突き当たる壁というのは天竜が一番よく知っているのかもしれませんね。そういう面でやっぱり今抱えている高木の壁というものはですね、ジャンボでも、あるいはそのジャイアント馬場選手でも分からない部分がですね、天竜選手には分かるんでしょうね、はい。そして天竜の魂が乗り移ったような正面蹴り、川田カットしました。天竜引き返りました。さあまたキックを突き上げる天竜であります。高木もおそらく、まあ、先ほどの話実現するとなれば、気持ちを察すればこの人ならついていける、そう思ったに違いないでしょう。武さん、それがですね、天竜選手のやっぱ戦いの中からやっぱり高木選手に蘇ってきたんでしょうね。そして天竜選手はあの気迫認めたんでしょうね。特に最終戦ではですね、やっぱりあの気迫は自分を超えているというようなコメントもありましたからね。さあ今度は歌舞伎と
川田の戦い模様をじっくり見ましょう。おお、歌舞伎のこういうキック見ましたか、田口さん。珍しいですね、ボディに打ち込んでいく。こういうミドルキックはないですね。はい、あ、そしてパワーブロー、時々キッチンシンクなども打ちますこの歌舞伎。今度はマイティーの上、抑え込みに入ります。首を固めました。ここから回転をさせようというのか。川田もアマレス出身者なんですけれども、マイティーの上この辺り、あーっとフレームアウトした。画面の横からスーッと入ってきた天竜。この動きは武さん捉えられなかったですね。そうですね、これは機敏ですね。い、早いですね天竜。先ほどのお返しであります、気合が入っている。さすがの歌舞伎も油断しましたね。さすがの歌舞伎も、あー天竜です。緊迫感がありますね天竜の試合にはね。武さん、細かくです、片手のコーナーにいても目が離せませんね。本当です。私実は今ちょっとモニター画面を見てしまったんですが、目を離した隙に天竜がその画面の左からぐーっと入ってきました。マイティーの上です。今度は厚み技に行きます。パンチから2位を落としました。川田の動きは武さん止まりましたか。止まってきましたね、はい、どう反撃しますか。これも試練です、これも試練です。ベテランを相手にします川田。こういう攻撃をずっともう武さん5分以上受けてますね。変形のこれまたスリーパーですね、はい、変形スリーパー、左の腕も決めております。川田苦しい表情が歪んでおります。武内さん、こういう技にスッと入ってしまうところがマイティーの上、やっぱりうまいところなんでしょうかね。うまさとうまさですね、今10分が経過しました。5分ほどこの状態が続いています。天竜選手も全シリーズあたりはこういう展開になるとかなりイライラしたんですが、今シリーズの天竜エプロンのこの待ち受けぶりを見て、武内さんどう判断しますか。今のところ表情は落ち着いてますね。なるほど、今川田の成長ぶりをどう反撃するかを見守っている、そんな状況。ラリアット歌舞伎、ツバをパッと入った川田、早いカバーだ歌舞伎、基本通り片指に押さえた。天竜出るまでもありません。川田頑張るという声が飛んでいる後楽園ホール。ネックブリーカードラップ、ペンを仰いだ川田俊明、覆いかぶさった歌舞伎、カウント2で返しています。よく返しているという声も飛んでいます。後楽園ホール、ザ・グレート歌舞伎です。ペインティングが半分取れました。それほど激しい試合、抱きつくようにスリーパーホールド、ザ・グレート歌舞伎。これで落ちることもありますからね、高橋さん。ありますね、こんだけスタミナを落としてますね、十分落ちる可能性ありますね、はい、川田が咲き込んでいる、苦しそうだ。顔面の色がかなり青くなってきた、泡を吐いている。ちょっと危ない状態ですね。危ない状態だ、落ちるか川田。さあどうだ、落ちてしまうぞという声もお客さんの中から飛んでいる。さあどうだ、歌舞伎の非常な攻撃、天竜の表情苦しそう、苦々しい表情、心配をしている天竜。赤いコーナーが近い、青いコーナーまではかなりの距離があります。ロープブレイクなりません。竹内さん、足首から外が出ないとロープブレイクじゃないですね。はい、まだ出ておりません、まだ出ておりません。和田恭平ブレイクを命じることはできません。天竜源一郎、さあ河原に声をかけているのか。つま先だけではダメなんですよね、はい、さあ足を押し戻した和田恭平、ならばの天竜、やっと我慢ができなくなった。サッカーボールキック、そしてストンピング、天竜源一郎制すのは和田恭平。一旦はエプロンに戻りました天竜。さあ試合の流れ、鎌田対2人という形になりました。しかし、まあ、2人とはいえこれは1対2ではなくて、竹内さん、正々堂々と井上、そして歌舞伎、川田をこの、まあ、可愛がっているといいますか、試練を与えている、そんな感じですよね。これは全く反則ではないですね、はい、さああの高木が耐えたように川田も耐えるか。さあジャーマン形悪い、崩れた、アボーを突っ込んでいる。井上選手が足を復帰しましたね、ま、足を復帰してこれは後頭部を打ったという形になりました。動けません川田、目を開いた川田。井上もしかし後頭部を打っている。さあここは頑張りどころ、川田頑張りどころ。さあどうだ、マイティーの上よりも早く立ちたい。立った、キックを打った、スペインキック、天竜にタッチ。今の天竜のタッチの受け方、このあの表情どう引き出しましたか。ちょっと苦々しそうでしたね。苦々しそうでしたね。もう少し反撃をしてほしいというそういう感じだったのかもしれません。天竜チョップからエビに固めた天竜、円釣り1回転、マイティーの上、これは受け身を取ったんだ、これは受け身です、マイティーの上の受け身です。武さん、そうですね、そうですね、はい、今度は川田、このクイックタッチは武さんどう見ます。これはですね、やっぱりもうちょっとやっぱり川田に攻めろという一つの指示でしょうね、うん、なるほど。武内さん、
高木を認めた天竜、その一番このいつも口にするのは天竜のプロレス、俺のプロレス、天竜イズムを理解してほしいと、そういう人間でなければこの編成会というのは口にしない男でしたね。そういうことですね、ですからやっぱり逃げ返していただくですね、はい、やっぱりその一つでも有効な形で、あーっと待って、垂直落下式、これは佐藤明夫選手が続けていくんですが、今垂直落としましたね。ただちょっとですね、落とし方のやっぱスピードは弱かったですね。あ、そうですか、やはりダメージがあるんでしょうか。しかしよく返しました川田であります。やはり武井さん、一つは返さないとね。そうですね、さあ今度は天竜です。パワーボムか、かおっと歌舞伎を見合ってパワーボムか、トランスキックのけぞった天竜、今度は川田が入る。さあ天竜同盟、心のタッチはどうだ。マイティの4を待ち受けるラリアット、4だ、これは円錐、そしてヒールキック、歌舞伎がもうカット、これも速い動きで歌舞伎、さあそのままカバーの体勢、あっとこれはロープ、これはロープであります。歌舞伎が今天竜を場外に追いやりました。戦い模様は川田と井上、青いコーナー天竜同盟コーナー近く、天竜は今リングの外、歌舞伎に攻撃を受けました。さあフィッシャーマンズスープレックス、相当苦しいんでしょう。スパをポーンと開きながら技の一つ一つを打っていきます。川田俊明であります。さあクイックタッチになってまいりました。天竜同盟、武井さんリズム出てきたと見ていいですか。リズムは出てきましたね、はい、さあ天竜トップロープだ、エルボー、歌舞伎にチョップで棄権を制して場外、放送隙間へ、歌舞伎は放送隙間へ。さあマイティの上をどうするのか、2対1の状況、歌舞伎椅子を持った全シリーズの天竜のようだ。あーと天竜の脳天に一撃、歌舞伎倒れた、いや天竜倒れた、そしてバックドロップ、河原俊明マイティの上を打っている。さあ状況を説明しますと、マイティの上が今ダメージを受けている、そして天竜が今、高橋さん椅子のダメージを受けている、こういう状況ですね。こういうことですね、はい、権利のまま天竜と井上ですね、はい、さあ抑え込んだ。さあこういう状況から、あっ危ない、カウントダウン、こういう状況からショルダーアタックルが生まれたんでしたよね。そうですね、混戦の中からあのマイティの上、起死回生天竜をリングアウトに葬り去ったショルダーアタックルがあるんです。試合を見る目は確率、あーしかし天竜よく呼んだ。さあ記録の勝負になってきた、川田も頑張るぞ。全シリーズのローイタロマ、あの高木のタフネスぶりだった、この川田も実にタフネスです。さあスローイングして、あー歌舞伎、歌舞伎うまい、後ろに目があるのか、川田も切りました。そしてマイティ井上とタッチであります。歌舞伎今回転でうまかったですね、竹内さん。はいですね、読んでますね。そして五輪コンビか、歌舞伎井上、五輪コンビのようだ、合体パイルドライバー川田危ない。さあサマーソルト、サマーソルト天竜生き返った、勝手に入った、そして顔面へストッピングであります。天竜の表情が尋常でない、唇をかみしめる天竜、その天竜にトランスキック、いやアッパーブローからキック、顔面キック、顔面キックですね、顔面キック、足をすくった、逆肩指固め、高木からはサソリでギブアップを奪った、渾身の今度は肩指固め、マイティの上正面から、正面から、あーうまい返し技、うまいうまい、敵の力を利用した、危ない、カウントトゥー、武井さんこれですよね。さあおっと鼻血、鼻血ですか、天竜選手が鼻血を出しますね、鼻血だ、天竜鼻血だ、これはいつ行ったんでしょうね、高橋さん、いつですか、混戦の中ですね。ラリアット、天竜ラリアット、歌舞伎で打った、さあしかし構成を取ってるのは、いや入れ替わった、わーっと川田のラリアットだ、川田のラリアット、さあさあバックに回った、そして足をフックしている、足をフックしている、後ろに回った、ジャーマン狙いが円錐、もう一回ジャーマンだ、まっと歌舞伎が来た、歌舞伎が来た、しかし返し技だ、また行った、また行った、まさにタイミング、返し技の妙意、ベテランの味、井上、そしてカットした歌舞伎、見事な連携であります。井上、歌舞伎、ベテランの味、天竜マックに取られております。高橋さん、今の試合お願いします。
これはですね、天竜同盟対全日本プロレスの戦いの中に何か大きな流れが出てきましたね。先ほどの冒頭にまだ未確認情報ですが、高木のこの気持ちもある、まだまだ竹内さん、これ一波乱二波乱ありそうな。それとですね、はい、やっぱり開幕戦でその天竜同盟の最強コンビがですね、やっぱりその鶴田も八つも加えない形のですね、やっぱりそのコンビに負けたわけですからね。なるほど、井上選手が対天竜、タッグでこれで3連勝ということになりました。竹内さん、やはり井上ベテランの味ですね。大変なもん、それとですね、やっぱり歌舞伎が、はい、顔面蹴りでですね、天竜選手に鼻血を出したというですね、はい、あの子の実績も一つ何かあれた、あの子の展開のような気がしますね。だったかもしれませんね。17分